はい、どうも、あどうも、東京、どうも、いやー、めっちゃホール、ありがとうございます。はい、川野田の意地をつかむ男、173回です。アシスタントのビッコールと申します。やったー、お願いします。10月のマンスリーゲストは複数のラジオ番組 MC やプロデューサー、石川観光特使、福井ブランド大使のマコパンダさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ちょっと増えてますよ。ほら、来ました。かわいらしい、パンダです。ネックレスしてるんですか？そうなんですよ、これ私の手作りなんですけど、そう、あの作ったバッグチェーンだったんですよ、本当はね。へー、うん、なんか今日巻いてみたらいいんじゃねみたいな。あ、かわいい。でつけてみました。ハートのピンクですね。はい、かわいいです。そうなんです、ね、もうマコパンダさんのインスタとか見るとやっぱりもう大体出てきます、ね、映ってるんで、ぜひともチェックしてください。はい、隣にはなんかカードみたいなのが置いてあるんですけど、お、来ましたね。はい、そうなんです。カラーカードなんですけど、私あのカラーセラピストしてまして、で、まあ、ぶっちゃけて言っちゃっていいのかは分かんないんですけど、うんうん、色がついてるものであれば何でもできます。普段は違うツールを使ってるんですけど、うん、ちょっとそれ壊れてるところがあったんで、急遽こちらを持ってきました。この今、お持ちいただいてるのがいろんな色が、はい、赤から、ね、黄色からカードみたいな、そう、カードですね。そうです、うん、はい、これで、うん、あの気になる色を選んでいただいて、ほうほうほう、でその選んでいただいた色から今の心境とかを読み解くっていうのがカラーセラピーです、まあ、ちょっとざっくりですけど。心境ですか？いや、はい、だって俺こういうのだって選ぶとやっぱ自分の好きな 色を取っちゃうから。あ、私も同じです。ですよね、はい、そう、あの好きな色ではなく気になる色を選んでくださいって言うんですけど、気になる色を選ぶんです。でも、うん、好きな色を選ぶ人はいます。ですよね。ですよね。うん、でもそれはねいいと思うんですよ、それで。あ、それでもいい。うん、あ、てか自分の中のこだわりとか、ほうほうほう、そういうのが現れてきたりするので。とりあえずじゃあ2人で1枚ずつ選びましょうか。あ、わかりました。とりあえずそこまでいきましょう。はい、ね、じゃあ俺ね、これかな。あー、取られた。あ、いやいや、これでもいいよ。でも私これ隣のルールで。はい、わかりました、はい、じゃあ、はい、あの答えは後ほど。そうですね、あと色が、これは俺が取ったのはターコイズ、川野田さんのターコイズで、はい、私は青ですね。ビーコルさんは青、はい、普通に青、青って書いてありますね、ブルー、はい、ということで、これでこのカードの色を選んだということで何かしら今意味があると。見えてますか？もう見えてますね。丸見えだそうです。あ、これは耐えた。丸見えですよ。恐ろしい。見えちゃってますよ、ビーコルさん全部見えてますよ。どうしよう、ねね、それがね、どういう心境なのかっていうのは、はい、まあ、後ほど、はい、ちょっと過ぎてしまいました。コマーシャルです、はい、ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、はい、ちょっとですね、オープニングでその色のカードをね、はい、2人で1枚ずつ取りましたので、はいはい、これじゃあ教えてもらえますか、なんかこの意味というか、はい、ね、そうですね、はい、まず川野田さんが選んだターコイズですね、はい、水色っぽい、なんか、そう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 、緑っぽいっていうか、ね、そうですね、ちょっと緑が混ざってるというか、うん、黄色が混ざってる色なんです。そっかそっか、はい、はい、あの青は青なんですけど、種類としては青なんですけど、うん、あの純粋な青よりもちょっと黄色が混ざることによって、はい、自分をすごく確立している、自分のやりたいことがものすごくはっきりしているというところ。あとはターコイズってもともと青の多い、うん、要素の多い色なので、まず喋るということを、うん、まあ、今、ね、ラジオされてるから言ってるわけじゃないんですけど、うんうん、とにかくもう自分の思いを発信したくてしょうがない、うん、っていうところが見受けられますね、はいはい、あと、伝える手段がですね、うん、この話すというだけではなくって、うん、それに特化するのではなくって、うん、話したものをさらにそこから進化させるということで、うんうん、デジタルの世界、うん、
デジタルの世界っていうかその SNS だったりとか、はいはいはい、まあ、YouTube もされてますしね、でそのアーカイブ残されてたりとか、はい、っていうところでどんどん広げていく、うん、広げていきたいという気持ち願望っていうのがおそらく常にあるんじゃないかなって。ああはい、ありますね、はい、っていうところがなんか恥ずかしいんですけど恥ずかしいですかはい、ありますね、はい、付属してる部分としては、はい、基本的な、なんて言うんでしょうね、はい、根底を作らずに走っちゃうところがあるので、うん、ありますね、はい、あります、はい、あるので、はい、長続きさせるコツとしては、うん、走っちゃってからでもいいので、はい、自分が何を核にしたいか、うん、軸にしたいかっていうことをきちんとどこかで決めた方がいいです、はい、あー、そっか、はい、流れに流されちゃうと、はいはい、どこに行くか分からなくなっちゃうんで、そうですね、流れ着く先を決める、はい、あ、なんか声が変わった、そうです、はい、そうです、なんかいつもの川野さんじゃなくなってる、いや、あれです、本当ね、声優のオーディション受けてんです、今そうなんですか声優っていうか、その声のアニメの声の役をやろうみたいな、これ何のために受けてんだろうってよく分かんなくなってるんですけど、あ、ちょっとまさに今のこれが難しいありませんかですね、ラジオもさ、ほら、FM ふっかちゃん入って2本になったでしょ、で、俺どうしたらいいんだろう、どうなってんだろうって、今ね、ちょっと変な感じになってるじゃなってるんですよね。じゃあちょっと、はい、ミコールさんの話の、はい、話の後でちょっと解説します。1枚ちょっと選んでおいてください。あ、はい、はい、じゃあその間にミコールさんの選んだブルーですね、はい、はい、じゃあちょっとそれ後ほど解説します。はい、ブルーですね、はい、純粋な青を選ばれていて、うん、で青はさっきもね、川野田さんのところでお話ししましたけど、はい、話すということ、声で表現をするということに対して、はい、気持ちがすごく乗ってるっていう状態なんですよね、はい、ただちょっとね、自分の中で自信がないというか、はい、ちょっと内向的になっちゃってるところがあるので、はい、自信を持ってくださいというのは簡単なんですけど、はい、自信でどこで売ってんのとそんなで、その辺で買えたらそんな苦労はしないわと、ね、あ、ね、そうですね、持ってです、分かりましたっていうことではなかなか難しいからね確かに、ね、そういうところではね、なかなか難しいんですけども、うん、はい、青い色を選びがちな方に多いんですけどね、はい、青って人を癒す、はい、まあ、ちょっとこのカードにも書いてあるんですけど、うん、癒すっていうパワーがあるんですよ、はい、なので、はい、例えば話すことって言ったら、このナレーションとかいろいろあると思うんですけどね、はい、ラジオもありますけれども、はい、このご自身 の、 そのキャラクターとしてちょっと癒し系を目指すっていうのもありかなって、はい、そこなんです今ね、はい、うん、そうなんです、もう初めからそこが売りなんですうちの番組は癒し系のキャラクターで、マネージャーだ。それなんで、もう100点をね取らなくていいと、まあまあ、はい、本人にはちょっと言ってないんですけど、うん、もういつもの感じで喋っていただいて、うん、多少ミスがあっても別にそれはいいよってことで、はい、やってもらってるので、ね、うん、そういうとこはそうかもしれないですね。そう、そうなんです、癒し系を売ってますから、いろんなキャラクターができる人よりも、はい、癒しなら癒しに特化するのも一つかも。キャラ作らなくていいですからね。もうね、そう、うん、そうそう、そのまんま、うん、はい、で、ありがとうございます。いえ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 、まあ、声優さんってなってくるといろんなキャラクターがあると思うんですけど、はい、ハマる役っていうのはきっとあると思うんですよ、はい、なので、はい、声を生かすっていうのは、はい、これからも続けられるといいのかななんて、このカードを見て思いました。ありがとうございます。はい、当たってます？出ると思います。あ、なんか、はい、当たってるとかよりもなんか励まされてる感じすごい思いました、はい、まあ、セラピーなんでよかったなみたいなねすごいなんか逆に癒されちゃいました、ね、癒しのカードを引いて癒されました、うん、ありがとうございます、はい、ですね、癒されみたいなね、不思議なことにですね、はいはいはい、川野田さんが引いたカードが、うんうん、オレンジですこれ。そう、オレンジなんですけど、うん、ミーコールさんにとっての、うん、サポートになる色なんですよ。へー、青の反対色、補う色なので、はい、川野田さんのですね、うん、はい、オレンジを選んでもらった、はい、これが多分ヒントになるんじゃないかなってちょっと思ったんです。でオレンジって調和の色なんですね、うん、赤と黄色を混ぜてこの色になるんですけど、一つでは存在しない、まあ、何かと何かで合わさっている色なので、
あの一人で頑張るというよりも、うん、人を巻き込んでとか協力してもらって成し遂げる、だ人の力を上手に使うっていうところが川野田さんに必要なところであり、ミーコールさんにも必要なところであるっていうことですね、はいはい、そうなんですか。そうか、そう、ね、色、え、なんだろう、青系ですね、似てるから ね、うん、ね、そうなんです。俺ね結構赤が多いんで赤をねちょっと選ばなかった、あえて外したんで、うん、そうなんだ、そうなんですから、選ぶ色、まあ、うん、本格的にやるともうちょっとね、うん、きちんと見えてくるところありますし、うん、本来セラピーはどちらかというと話していただくことが多いんですけど、ラジオなんでね、うん、はい、ということでありがとうございました。コマーシャルです。ライブ楽しみだね。そうだね、そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん、美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理はどれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは03-6907-3340、03-6907-3340まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。はい、というわけで、ね、占いのやかったと今言ってましたけど、本当ね申し訳ないですね。本当だったらこれはもう1時間いくらですか、3000ですか。そうですよね、こっちがお支払いしなきゃいや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 、ゲストさんに見てもらっちゃいます、ね、でもそういうのやってないんですか、こういうのは。ちょっとね今お休みしてるんですけど、うん、またあの再開しようと思ってます、はい、うん、なんかこういうの見てほしいっていう人が絶対いると思うよね、うん、うん、そうやるとね、うん、お客さん来るんですけど、うん、ですよね、絶対興味ある人多いと思うな。多分来年再開しようかなと思っていて、うん、あ、そうなんですか、はい、ちょっとラジオのことあやめるわけじゃないですけど、あのラジオのことちょっとバタバタしてたので、うん、ちょっとそれの一区切りついてからまた再開しようと。あとはそっか、コロナももうだいぶね、はい、だいぶ来てますから、もうそろそろね対面でいろいろやれることも増えてくると思いますもんね、うん、そうですね、そっかそっか、ね、楽しいよね。楽しかったです、あ、よかったです。もう1枚引いたのは何か意味があるんですか。川野田さんが最初に1枚引いて、その後にもう1枚引いたっていうのは何か。ちょっとね時間がなかったので、はい、ごめんなさい、ミコルさんはね引いてもらってなかったんですけど、あ、じゃあ本当は2枚引くみたいな、まあ、本当は3枚引いてもらうんですけど、ちょっと川野田さん多分、はい、本心喋ってないなと思ったのでこれ本心言ってねえなと思ったので、あ、そうなんですか。でちょっとカードを引いてもらう方が早い、はい、うん、あでミコールさんの方が多分素直に言ってるなと思ったので、はい、多分このまま話できるなと思って見たらオレンジ引いてたから、はい、あ、これ共通だと、あ、ということでちょっと引いていただくのをちょっとやめてたんです ね、 うですね。どうしてもね やっぱ時間気にしちゃうからさ、うん、一回ほらとちってっからなんか急に声が変わりますもんね。そうバッってなったらなんか声が来るな、ね、いけないやばい、これは宣伝み、あの、いやもう今ほぼ宣伝みたいなもんですよ。大丈夫ですか大丈夫ですよ、ほら番組のこととか、あ、ね、番組というよりもなんかマコパンダで検索していただくと、うん、あの占いやってた時 の、 あのブログの記事とかも載ってますし、うん、またあの再開したらそこでね、ま、ご案内しますので、はい、ぜひあのチェックしていただければなと思います、ね、ラジオで公開でこういうのもやるのも楽しいかもしれないですね。あ、そうですね、あのやってほしい方募集、ね、コーナーみたいなやつで、うん、うん、あったりするとそうです ね、 ね、なんか、うん、あのほらなんか全体でね共通の悩みみたいなのですか、うん、ありますよね、姑とかね、ちょっとよくわかんないけど、ね、俺はないけどなんかねあったりね、なんか友達との友人関係とか ね、 でもこのカードでなんか解決の糸口がね、うん、ヒントとかが出たらやっぱりいいですね、うん、まあ大体自分の中に答えはあるんですよね、あと動くか動かないかっていう、なんか気づかせてあげるみたいな感じ、背中をドンと突き飛ばすみたいな、他人ではなく自分の中で解決と、ちょっと別の話しちゃうのでこれやってますけど、はい、というわけでもうねなんかゲストなのにいろんなことをやっていただいてありがとうございました。また来週です。また来週。